鳥居幾田神社は、兵庫県神戸市中央区下山手通りにある神社。式内社で、旧車格は、官幣中車。広田神社、長田神社と共に、神宮皇后以来の歴史を有する神社であり、長田神社、港川神社と共に、神戸を代表する神社の一つである。かつて、現在の神戸市中央区の一帯が車両であり、これが、神戸という地名の語源となる。 地元では、生田さんとして親しまれている。チビ女尊である。いとけなくみずみずしい日の女神を意味し、アマテラス大臣の陽明とも妹ともに生きたまで、あるとも言われている。201年に、神宮皇后の参観外星の木と、神戸港で船が進まなくなったため、神浦を行ったところ、チビ女尊が現れ、我は、 幾多長岡国にいらむと、海上五十教科屋に命じて、幾多の地に祀らしめ、との信託があったと、日本書紀に記されている。当初は、現在の新神戸駅の奥にある、布引山に祀られていた。799年4月9日の大洪水により、砂山のふもとが崩れ、山全体が崩壊する恐れがあったため、村人のトネシチダユが、 祠からご神体を持ち帰り、その8日後に現在地にある幾多の森に移転したと言われている。平城天皇の806年には、幾多の神府44個と古書には記され、現在の神戸市中央区の一帯が車両であった。ところから、新地神戸の神戸がこの地の古障となり、中世には、今度、近年に神戸と呼ばれるようになった。演技式神明朝では、 摂津国八部軍幾田神社と記載され、明神大社に列し、月次、総将、新章の平白に預かると記されている。近代社格制度の下で1871年に、県社に、列格し、その後1885年に、明治天皇の西国巡行の際、初めて官兵社に列し、官兵商社に、1896年には、官兵中社に昇格した。 社殿は、1938年の神戸大水害、1945年の神戸大空襲、1995年の阪神、淡路大震災など何度も災害などの被害に遭い、その都度復興されてきたことから、蘇る神としての数形も受けるようになっている。799年の大洪水の際、社の周囲には松の木が植えられていたが、 洪水を防ぐ役割を全く果たさなかった。その孤事から、今でも、幾多の森には一本も松の木は植えられていない。また過去には、能舞台の鏡板にも杉の絵が描かれ、元旦には、角松は立てず杉飾りを立てる。中央区熊内町の熊内八幡神社付近にある、朝日の鳥居には、砂山に、幾多神社があった頃の一の鳥居であるという伝承がある。 朝日の鳥居は、元旦に朝日を受けても影を落とさないとされることから、この名がある。宮司である、加藤隆久、生田神社に、歴史も含め詳しい説明がある。脳の生田厚森では、厚森の維持が、鴨苗妙人への規制により、当地にて亡き厚森と対面する。鳥居の向こうに、老格、本殿があるが、他にも脇者として、恵比寿神社及び稲荷者、 弁天池などがある。また、洋曲、幾田つもりの石踏みや、地元飲食店や、食品関連企業などの寄付で作られた、包丁塚、震災復興記念碑、楠の木の新木がある。柱に書かれた寄進者名には、ホテルあるいは海洋関係の企業も多い。包丁塚は、1993年10月25日に、建立された、境内北側に、 真珠の森が広がっており、幾多の森と呼ばれている。境内に、以下の説末者がある。祭人、説明欄は公式サイトによる。三宮駅の南西、幾多ロードの先端に一の鳥がある。そこから、山道は、センター街を抜けて北上し、幾多新道を越えた東急ハンズの北東脇に、車号標と二の鳥居がある。 境内に入ると時間貸しの駐車場があり、その先に三の鳥居と御神門がある。境内には、幾多の歌にも読まれた、幾多森が残っており、かつては、源平の戦場にもなった森が今では、市民の憩いの場になっている。それぞれ北西方面へ、徒歩数分。ありがとうございます。